日本鹿児島県鹿児島市、谷山中央、谷山中央は、鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は891-014日。人口は16,648人。世帯数は8,048世帯。谷山中央1丁目から、谷山中央8丁目までが設置されており、谷山中央5丁目から、谷山中央8丁目までの全域で、住居表示を実施している。 また、谷山中央1丁目から、谷山中央4丁目までについては、地盤整理が行われなかったため、旧番地のままとなっており住居表示未実施区域である。江戸時代には、谷山号の麓があり、明治時代の町村静志向から1967年の、谷山市と鹿児島市の新設合併まで谷山郡、谷山村、鹿児島郡、谷山町、谷山市の役所の所在地であった。 鹿児島市の南部、長田川下流域に位置している。町域の北方には、上福本町、東谷山、小松原、南方には和田、西方には、次元寺町、下福本町、西谷山、東方にはおろし本町、南久しがそれぞれ接している。半生時代より、現在の鹿児島市立谷山小学校に置かれていた、谷山号の児童カリを中心としたふもとを、 形成していた。廃藩置県後も1967年に、谷山市が、鹿児島市と新設合併するまでは、谷山村、町整施行後の谷山町、市政施行後の谷山市の役所が設置され、鹿児島市となった現在でも鹿児島市役所谷山市所、などが置かれ、旧谷山市の区域からなる、谷山地域の中心部となっている。町域の中央を南北に、 国道225号が通り、北端部を、いぶすき枕崎線が東西通っており、町域内には、谷山駅が所在している。また、谷山駅前には、谷山駅と国道225号の谷山駅前交差点間の50メートルほどを、結ぶ鹿児島県道212号、谷山停車場線がある。中央部には、鹿児島市役所谷山支所や鹿児島市立谷山、 小学校、谷山サザンホール、北部の谷山駅周辺には、鹿児島情報高等学校、西部には、鹿児島県立鹿児島南高等学校及び、鹿児島市、立谷山中学校が所在している。1996年2月13日に、上福本町、下福本町、谷山小屋町の一部から分割され、鹿児島市の町として、谷山中央一丁目。 谷山中央2丁目、谷山中央3丁目、谷山中央4丁目、谷山中央5丁目、谷山中央6丁目、谷山中央7丁目が設置された。丁目別では、谷山中央1丁目が、上福本町の一部、谷山中央2丁目及び、谷山中央3丁目が上福本町と、谷山小屋町の一部、谷山中央4丁目は、上福本町。 谷山小屋町及び、下福本町の一部、谷山中央五丁目及び、谷山中央六丁目は、下福本町の一部、谷山中央七丁目は下福本町及び、上福本町の一部であった。また、谷山中央五丁目から、谷山中央七丁目の区域において、住居表示が実施された。2014年2月17日には谷山台に、 地区と地区各整理事業の事業区域の一部で、谷山第二地区として住居表示が実施され、上福本町の一部より谷山中央八丁目が設置された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鹿児島県道212号。 谷山停車場線九州旅客鉄道指宿、枕崎線国道県道。ありがとうございます。